化石に宝石、謎の物体、摩訶不思議、奇跡の世界を体験しましょう。ねえゆうちゃん、はい、石の博物館っていうとさ、うん、どんなイメージ、うん、ちょっと専門的で難しい感じはしちゃいますよね。そうだよね。でもね、今日行くところはね、はい、なんか面白い石があるらしいんだよね。面白い石ってなんだろう。奇跡博物館へは新東名新富士インターチェンジよりおよそ25分です。奇跡博物館って書いてありますね。うん、奇跡、まあ奇抜とか奇妙奇てれつとかの奇跡だよね。奇抜で奇妙奇てれつな石があるんですかね。そう、こちらは見て体験して面白い不思議な石、奇跡をテーマにした博物館。副館長の北垣さんにいろいろと教えてもらいます。まずこの大きな石、石ですか、木みたい。そうそう、よくおっしゃるんです。木みたいに見えるでしょう、はいはい、これね、ちょっと聞いてみてください。これ叩きますよ、うん、お、金属じゃないのこれ。こちらはサヌカイト、カンカン石とも呼ばれる楽器になる石なんですね。さあもう一ついきましょうか、はい、これ砂が固まった、ね、石です。触るとザラザラですよ。本当だ、見ててくださいね。え、あれあれ、ちょっと待って、今曲がったよね。うわー、石じゃない。なんでしょうこれ、まるでこんにゃくみたい。イタコロマイトという砂の塊だそうです。実はこれできた時代10億年以上前ってことですね。そんなに動くんだけど抜けないようなちっちゃな関節構造がたくさんあるんですね。だからこんな風にね、くにゃくにゃ曲がっちゃう。この他にも不思議な石がたくさん。これらが自然にできたものなんて信じられませんよね。さらに博物館の横には宝石探しを楽しむことができる体験施設も。砂利の中にある小さな宝石をたくさん集めましょう。ケンさん、何それ、なんか山ができてるんだけど。ケンちゃんの石を探してんのよ。あ、え、ほら、これじゃない、これでしょ。あ、それだ、サイコロだ。あった、もう負けた、ケンちゃんの石。2人とも熱中、綺麗な宝石がたくさん見つかりましたね。こんなに大人も子供も楽しめるなんて思いませんでした。そうだね。ケンさんもまだ探してるんですか。だってゆうちゃんのケンちゃんの石探したいじゃん。優しい。驚き満点、石の魅力。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。雪の高速道路は大変危険です。突然の雪にご注意ください。冬用タイヤでもチェーンの準備をお願いします。冬の雪道情報はアイハイウェイ中日本をご利用ください。次回は美味しい手作り味噌、神戸醤油店。